はい、皆さんこんにちは。長岡 HR420 桃介です。今日はですね、最近ツイッターなんか見てると、これについてつぶやいてる人がすごい多いんだけど、QSL カード転送の話ですね。ご存知の方が多いと思いますが、A4 マニアックスさん、前に僕がライセンスフリーラジオ向けのログ帳を発売した、会社というかショップというかね、として、紹介したんだけども、その A4 マニアックスさんが、ライセンスフリーラジオ向けの QSL カードの転送サービスを始めるということで、まあ、これがね、賛否両論、話題になってるわけですよね。賛成する人っていうのは、当然、カード交換がしたい人だと思うんだけど、まあ、ライセンスフリーラジオって、まあ、アマチュア無線と違って、まあ、JAL のようなね、まあ、こう、なんていうのかな、オフィシャルな機関がないし、そもそもコールサインっていうのが、もともと発行されたものを使ってる人もいるけども、まあ、僕のようにね、自分で作ったコールサインを使っている人っていうのもね、まあ、ものすごい多いので、どうやって交換するのっていう話になっちゃうわけだよね。コールサイン自体が、どこの誰かっていうのをね、ちゃんと、保証してるわけでもないし、交換するとすると、ブログとかね、SNS とかメールとかを介して連絡を取り合って、まあ、交換するっていうパターンが多いんですかね。まあ、僕もね、何度か交換したいっていうふうに頼まれて交換したことあるし、本当にね、記念すべき更新の時は僕の方からお願いしてね、交換したこともあります。例えば特定省電力無線で405キロ、新潟と青森でね、特定省電力無線で更新できた時とかはね、まあもう二度とできないんじゃないかなと思って、交換をね、連絡取ってお願いしたことがありますね。で、それを反対って言ってる意見は、やっぱアマチュア無線との違いっていうことなのかな。まあ僕もアマチュア無線とライセンスフリーラジオっていうのは、こう、ちょっと違う遊びだと思ってます。もちろん僕もどっちもやってるんだけど、まあ例えば、オートバイで走る楽しみとロードバイクで走る楽しみみたいなもんで、なんか一見するとその乗り物としての形は似てるんだけど、多分楽しみの質って全然違うと思うんだよね。で、別にどっちかしかやらなくてもいいと思うし、両方好きでもいいと思うんだけど、でも同じではないから、似せる必要性っていうのはないので、ライセンスフリーラジオは別にアマチュア無線だと、カード交換をしないと更新しないよみたいな文化も一部ね、ないことはないので、それが嫌で、ライセンスラジオもっとね、気軽に更新したいということで、こういうサービスがあると、なんか交換するのが当たり前みたいになるのが嫌だなという、それもね、よくわかるですよ。僕もね、めんどくさがり屋なんで、正直ね、カード全部交換してとかっていうのはちょっとねってね、思う方なんですね。どうですか皆さん。これ話題になってるけど。実はですね、この A4 マニアックさん、そのログ帳の件の時に、コンタクトするようになって、この QSL カード転送のサービスについてもね、2ヶ月ぐらい前だったかな、話を聞いて、実は、まあ、ワンエリアの、ある局と、僕で、A4 マニアックスさんのね、事務所の方に行って、ちょっとアドバイスというか、相談し、いろいろアドバイスしてほしいっていうふうにね、頼まれたので、まあ、お話をね、してきた経緯があるんですよ。で、その時に、僕も正直に言いました。ライセンスフリーラジオでは、アマチュア無線ほど QSL カードを、交換する文化っていうのは定着してないし、それが嫌でアマチュア無線じゃなくてライセンスフリーラジオをやってる人もいるから、モルトを上げて受け入れられるかどうかって言ったら、そんなことはないと思いますよってことをね、もうぶっちゃけてね、アドバイスしました。で、まあ、じゃあどれぐらいの
数が集まったら、会員が集まったら採算取れるんですかっていうのを聞いて、それはね、集まるだろうなっていう数だったのね。それぐらいだったら集まると思いますよっていうね、こともね、アドバイスしてきたんだけど、そこからはもうこれは営利企業がやることなので、僕はね、求められたことに関しては、それは会社さんでも、いろんな個人の人のも、アドバイスね、できる範囲であればね、するよっていう。それだけの話なので、賛成ですよ、反対ですよとか、そういう話じゃなくて、現状とかね、エホマニアックさんがやりたいことに対してのアドバイスをね、してみたということですよ。なので多分、ももチャンネルを見ていらっしゃる方にも、賛成、嬉しいっていう人もいれば、ええって思ってる人もね、いるんじゃないでしょうかね。ちょっとコメント欄でぜひね、皆さんのね、意見を聞いてみたいなっていうふうに思ってます。ぜひ教えてください。ツイッターとか見ててもね、今ちょっと画面で見てるんだけど、賛否両論ですな。でね、僕はね、このことを通して思ったことっていうのは、ログチョンの時もそうだったし、サンサイブックスさんとかがライセンスフリーの本を出すとかね、そういうこともそうなんだけど、このライセンスフリーラジオの業界に対して何かしてみようっていうね、僕らみたいに個人で、この遊び面白そうだから趣味として参加してみようっていう人が増えるのもすごいいいことだし、企業としてね、営利企業が、ここで何かビジネスをしてみようと思って入ってくることもね、いいことだと思うんだよね。そこにね、僕はね、今回のこれ意義を感じてます。うまくいくかどうかっていうのは、それはもう、その会社の責任なんで、頑張ってくださいという感じなんだけども、やっぱそうやっていろんな主体が、このライセンスフリーラジオの業界に関わって来ようとしてくれるということは、それだけこのライセンスフリーラジオっていう趣味が、盛り上がってね、人が増えて楽しくなってきてるのかなっていうふうに思うし、趣味としてね、市民権を得てきてるのかなっていうふうに思います。僕は、無線、ライセンスフリーラジオやってますっていうのはね、なんか変わったことやってる人みたいな感じじゃなくて、普通にね、登山が趣味ですとか、釣りが趣味ですとか、そんな感じで他のアウトドアの、趣味を言うみたいにね、みんながこんなのが趣味ですって友達に言えて、ああ、あれね、みたいになるといいなというのがなるかどうかはわかんないけど、思ってるんで、こういうことはね、これからもいろんな、業者さんとかがね、この業界でビジネスをしてくれるといいなというふうに思っています。ということで、興味ある方のために、このエホマニアックさんのライセンスフリーラジオ向けの QSL カードの転送サービスの案内の方、説明欄の方に URL 貼っておきますので、そちらの方もチェックしてみてください。以上、長岡 HR420、桃介でした。バイバイ。ももチャンネルご視聴いただきましてありがとうございます。このチャンネルではライセンスフリーラジオをはじめ、アウトドアで遊ぶ無線趣味の紹介を中心に、いろんなことをねやってます。結構ふざけたこともね、いつもやってますので、興味がある方はぜひチャンネル登録の方をお願いします。また動画の情報とかその他ね、日々の情報は Twitter の方でも発信してますので、長岡 HR420 で検索していただくか、説明欄にあるリンクから Twitter の方もチェックしてみてください。またブログもやってますので、 Yahoo ブログ、説明欄の方にこちらもリンクを貼っておきます。それでは次回またポモチャンネルでお会いしましょう。